マリアです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。今日はマリアの休日の過ごし方を紹介していきたいと思います。それではどうぞ。今歯を磨いて顔を洗ってスキンケアまで終わらせてきました。今日は前に修学旅行があったんですけど、修学旅行が終わっての初めての休日で、昨日は夜10時くらい寝て今日の9時半まで寝てました。12時間くらい寝た。寝ました。そのおかげですごいスッキリです。今日ね、部活とか塾とか予定何にもないので、ママとお出かけに行ってきます。お買い物とか一緒にしてくるので、今からメイクしていきます。スキンケア持ってるので、まずスキンアクアのトーンアップ UV エッセンスのミントグリーンを使ってます。それを塗っていきます。マリアは日焼け止めを叩いて塗ります。塗れたら首とか耳の後ろにも塗っていきます。めっちゃテカテカしてるね。パールが入ってるんだっけ。日焼け止めが塗れました。アンドビーのパフでなじませていきます。塗れたらファンデーション塗っていきます。ファンデーションはくるくるさん赤色です。なんか最近パフは使わずにこのアンドビーのスポンジで塗ることが多いです。なんかスポンジで塗った方が量の調節がしやすい気がする。気がするだけね。マリア前髪があるので基本的におでこにはならないですね。オッケーだと思います。ちょっとだけティッシュオフします。顔が油分でいっぱいだとパウダーがね汚くなるので、ちょっと吸ってもらいます。パウダーはこちらエチュードハウスのやつです。これ白くなるしミントの匂いがしてすごいいい匂いなんですよ。パウダーはおでこにも塗ります。おでこは前髪があるので濡れたりするのでちょっと塗っておきます。ここにも塗っておきます。そしたら余分な粉を弾きたいので、でっかいブラシでこんな感じちょっとやっておきます。次はアイシャドウかな。この前に眉毛の毛なんだっけ。眉毛は最近何もやってない。描いたり今いますからとかしてないです。髪の毛の色が茶色だから色をつけない方がいいっていうのに最近気づいて、そこから何も塗ってない眉毛は。最近は結構ピンクメイクが多かったんですけど、今日は落ち着いた色を使います。毎日メイクの動画で紹介したこのエチュードのオータムクローゼットをまだ使ってます。まずはここの色をアイホール全体に塗っていきます。塗れたらここのブラウン、ちょっと赤みがかったブラウンを二重幅よりもちょっとオーバー気味に塗っていきます。塗れました。はい、そしたらこのエチュードのストロベリーブロッサムを二重幅の3分の1ぐらい目尻の方に塗っていきます。このブラウンっぽい色です。ちょっとピンク味もあって可愛いブラウン。この目尻の三角ゾーンっていうのここにも入れてください。ちょっと入れてください。入れてます。辛くてやりにくいのでいつも筆を変えてるんですね。また筆が。これを取ってここに入れていきます。いい感じです。涙袋を先にやろうかな。まず線を引きます。
結構がっつり濃いめに書いて後からぼかすので大丈夫です。これを塗ったら涙袋ペンシルのハニーベージュっていうやつを使って涙袋をぷっくり見せます。コンシーラーです。これを塗ったら同時に涙袋のセザンヌのやつも一緒にぼかす。 OK。 次はアイラインを引きますか。なんかいつもまつげやった後にアイライン引くからまつげやる前にやろうと思うんですね、アイライン。でも忘れちゃう。使うのはラブライナーです。色はブラウン。こうやっていつもめっちゃアイライナーを塗りします。あ、全然いけない。オッケー。左側の方がすぐに描けるんです。できたらラメを塗ってなかったので今からラメ塗っていきます。ラメはこのエチュードのオータムクローゼットのやつのこの色、真ん中のこのラメを、最近はアイホール全体にラメを塗るのが好きなので塗っていきます。そしたらまつげをガンガンに上げていきます。よし、じゃあ上げていくぞ。ビューラーはコージー K-O-J-I って書いてある。まつげを上げてました。ビューラーってさ、慣れるまでめっちゃ怖くない？あまりよくさ、まぶたの肉挟むんだけどマジで痛い。下まつげもちょっと下げます。下まつげめっちゃ苦手なんだよね。みんなどうやって下げてる？教えて、コメント欄とかで。短いのかな。まつげを上げられたのでこれを塗っていきます。エクセのやつなんですけど、マスカラ下地をマスカラ代わりに使っています。これめっちゃ束感になってお気に入りなんですよ。これ全然触ってこないしめっちゃいいですよ。で、固まる前にスクリューブラシで OK。 そしたらもう一回ピューラーで上げていきます。まつげガンガンに上げてます。まつげを上げました。最近本当にうまく上がるようになったね。そしたらシガーヌのシューディング01番シューディングですね。難しいな。メイクあんまり上手くないのでたくさん勉強したいと思います。できましたら、ハイライトどこに行ったかな。スライムのパールグロニューアンサー N2、 ちょっと紫っぽいやつ、まず鼻先にね、塗れたら付属のブラシで、顔が最近よく赤くなるのでチークは塗りません。アイホールに塗ったラメを涙袋にも乗せていきます。この色ね、このラメ。はい、こんな感じでもうメイク終了かな。あと口紅はご飯食べるし完成ですね。メイク完成しました。すごいお腹空いてるんで一旦下に行ってご飯を食べていきたいと思います。またね。はい、今下に降りてきました。今日のご飯はチョコのパンとフルーツ、バナナ、パイナップル、メロン、キウイ、イチゴです。フルーツは大好きで毎日食べるんですけど、学校の日はあんまりゆっくり食べれないので休日はいっぱい食べるようにしてます。あとバニラヨーグルト、ヨーグルトも毎日食べてるんですけど、そのヨーグルトの中でもめちゃくちゃ美味しくて大好きなヨーグルトです。じゃあ今からご飯を食べて出かけるように髪の毛を直したりとか服を着替えたりして出かけたいと思います。それではいただきます。金沢駅まで来ました。
で有名な鼓門です。ここは東口なんですけど、マリは基本的に西口を使ってるので、あんまり鼓門は見ないんですけど、改めて見るとすごい立派です。で、今から横にあるホーラスっていうところでお買い物してきます。今日はお寿司が食べたかったので寿司を買いました。まず一皿目はマリの大好きなイカを食べます。いただきます。めちゃくちゃ美味しいです。こんな感じでいっぱい食べたいと思います。皆さん、マリアが何皿食べれるか予想してみてください。ただいま。今帰ってきました。今日はたくさんお買い物もしたし、お腹いっぱいご飯も食べれて、とても充実した一日でした。今日お買い物に行って、ご飯食べに行く前に先週から頼んであった部活のラケットが仕上がって取りに行ってきたんですけど、それがもう可愛すぎて皆さんにも見ていただきたかったので、見せちゃっていいですか。見せますね。それがこちらです。じゃじゃーん。動画だから分かりにくいかもしれないんだけど、ガットって言うんですかね、この網網の部分を、透明だったのをピンクに貼り替えてもらいました。もう可愛すぎない？マジで可愛いんだよね。これをただ皆さんに見せたかったっていうだけなんですけどね。ゴールデンウィーク、もう全部練習試合で待ってて、遊びに行ったりゆっくりできないんですけど、この可愛いラケットちゃんで乗り切りたいと思います。はい、で本題に戻りますが、皆さん、マリアがお寿司何皿食べたか予想していただけたでしょうか。それでは今から結果発表していきたいと思います。結果はでーん、お寿司10皿、茶碗蒸し2個で、デザートも2個食べてきました。めちゃくちゃお腹いっぱいなんですけど、思ったより食べれませんでした。でもそれには理由があって、実はご飯食べに行く2時間ぐらい前に小腹が空いちゃって、スターバックスでキャラメルフラッペチーノとチョコレートスコーンともっちりボール、バナナクリームとキャラメルのやつが入ったもちもちしたパンみたいなやつを食べちゃって、多分そのせいですね。なので次はおやつとかそういう完食はせずに、お寿司もう一回リベンジしたいと思います。もしよければ皆さんのお寿司の最高どれだけ食べれたよみたいなのをコメントしていただければ嬉しいです。今日はね、午後からもうほとんど外出していて、勉強が全然できなかったので、明日ちゃんと今日の分も含め勉強したいと思います。勉強のことで1点提出させてもらいたいんですけど、もう前新学期登校日の1日の動画で1日6から8時間勉強するって言ってしまったんですけど、それは学校とか塾の時間も含めた6から8時間です。だから例えば学校で6限まであって6時間勉強してきましただったら、家に帰ってきて2時間勉強するっていう感じで、学校で6時間勉強してきました家帰ってきてまた6時間勉強しますとかじゃなんで、1日のトータルの勉強時間が6から8時間っていう話です。誤解を生んでしまっていたらすいませんでした。そこは訂正させてほしいです。すいません。なので今日で勉強できなかった分は明日ちゃんと勉強しないといけないので、今日はもう夜遅いのでお風呂に入ってもう寝たいと思います。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。おやすみなさい。